岡島武郎は、群馬県大羅郡千代田町出身のプロ野球選手。右藤左だ。東北楽天ゴールデンイーグルス所属。愛称は、ジェシカ、武郎、岡地。中学校時代は、公式の大田ボーイズに所属。関東学園大学附属高等学校時代は、下級生から、生保守を務める。二年生の夏は、 群馬県予選でベスト8に進出するも、3年生の夏は群馬県予選3回戦で敗退。在学中には春夏とも阪神甲子園球場での全国大会に出場できなかった。高校卒業後に白鸚大学へ進学。1年時の春から関港進学生リーグ戦に出場すると、2年時には外野手としてベスト9に選出された。 三年次から、正保守となり、春には、最多打点、秋には、首位打者のタイトルを獲得。四年次からは首相を務めた。リーグ通算108安打、8本塁打。大学時代の野球部の同期には、塚田正義、三学年後輩には、ルシアのフェルナンドがいる。2011年の n p b ドラフト会議で、 東北楽天ゴールデンイーグルスから4巡目で指名された。楽天スカウトの指名リストに入っていなかったが、阪神タイガースの内野手だった、藤倉和正からの情報をもとに、当時の楽天監督、星野仙一の意向で急遽指名。後に、契約金4000万円、年俸800万円という条件で入団した。入団当初の背番号は27。 2012年8月1日、小町スタジアムにて2012年、新人選手からただ一人、春季キャンプを一軍でスタート。公式戦の開幕を二軍で迎えたが、正捕手、島本博の故障による、戦線離脱などを背景に、6月20日の対横浜 DNA ベイスターズ1006回表に捕手として1、軍公式戦にデビュー。 7月4日の対千葉ロッテマリーンズ戦で、左投手のナルセ・よシヒサから1、軍公式戦初本塁打を打つと、8月26日の対北海道日本ハムファイターズ戦では、1軍公式戦で、初めてのサヨナラ安打を内野安打で記録した。サヨナラ安打については、9月8日の対埼玉西ブライオンズ戦でも、枠井秀明から代打で記録。 NPB の一軍公式戦において、新人選手が一シーズンで2本のサヨナラアンダを記録した事例は2002年の北高市以来10年ぶりで、代打での記録は1992年の町田高、次郎以来20年ぶりだった。さらに、9月5日の対日本ハム戦では、同期入団の島内弘明とのアベック本塁打を記録。 NPB の一軍公式戦で二人の新人選手が同じ試合に本塁打を打った事例は1989年に中日ドラゴンズの大鵬安脇と山口浩二が記録して以来23年ぶりだった一軍昇格後は島に次ぐ第二保守としてシーズン終了まで一軍に帯同したが7月19日にハードオフエコスタジアム新潟で開かれた フレッシュオールスターゲームには、イースタンリーグ選抜チームの4番、保守として、先発出場。一軍公式戦でも、43試合の出場ながら、通算打率、258を記録するなど、保守としては、高い打力を披露した。2013年、右肘を痛めた影響で、5月に入ってから一軍へ、昇格した。昇格当初の一軍公式戦では、 4試合に、保守として、先発出場。聖保守の島の打撃が好調で、保守としての出場機会が限られたことから、セパ交流戦の期間中に、大学2年時まで経験していた、外野守備の練習を再開した。5月24日の対読売ジャイアンツ戦で、プロ入り後初めて外野の守備につくと、6月30日の、 対オリックスバファローズ戦では初めて外野手として先発出場。7月29日にチーム内で開かれた後半戦への決起集会では監督の星野にどこでもいいので使ってくださいと直訴した。同月31日の西部戦からは精査は量に変わって一番右翼手としてレギュラーに定着。一軍公式戦への出場は79試合で パシフィックリーグの最終規定打席に届かなかったものの、打率323、出塁率405、オプス790の高成績を記録。球団史上初のリーグ優勝に貢献した。巨人との日本シリーズでも、全試合に一番打者として出場。通算打率は、259ながら、第5戦では、内海哲也から先制の適時だ。第7戦では、 杉内俊也から敵地場を放ってチームを勝利に導いた。チームが第7戦で史上初のシリーズ制覇を達成した後には台湾で開催された日本代表と台湾代表の強化試合に日本代表の一員として出場している。2014年春季キャンプ直前の1月22日に登録ポジションを保守から外野手へ変更。 レギュラーシーズンでも、主に外野の守備についていたが、一番右翼手として、先発出場した7月1日のオリックス戦では、8回裏から試合終了まで急遽保守に回った。チームが8回表までに、ベンチ登録の保守を全員起用したことによる起用で、一軍公式戦で保守の守備についたのは、前年7月27日のロッテ戦以来およそ1年ぶり。 チームは、レギュラーシーズンを再開で終えたが、自身はシーズンを通じて、外野のレギュラーに定着すると、チームトップの154安打を打った。2015年、この年から入団したゼラス・ウィーラーとポジションを争った、末に、開幕1軍入りを果たした。西武との開幕カード第3戦から先発として、起用されたが、初出場から26試合で打率が、 165と震わず、5月3日に、出場選手登録を抹消。さらに、抹消後の2軍調整中に背中を痛めたため、およそ2ヶ月にわたって実戦から離れた。9月20日から1軍に復帰したものの、1軍公式戦では41試合の出場で、打率。168、1本塁打、13打点、23安打と前年から、 のきなみ成績を落とした。2016年、レギュラーシーズンの一軍開幕戦から、主に一番右翼手として、先発に起用された。腰に違和感が生じた影響で、4月14日に出場選手登録を抹消されるまでは、15試合の出場で打率、317を記録するなど好調だった。 後に一軍へ復帰すると、セパ交流戦の前後に、オコエル以が一番打者として出場する試合では、五番打者として、先発出場した。5月24日時点で、リーグトップ打率、346を記録するなど好調を維持したものの、6月から、極度の打撃不振に陥った影響で、8月には、途中入団のカルロスペゲーロなどに先発を譲る、機会が多くなった。 9月からは、先発起用の機会が、再び増加。9月10日、9月11日の対日本ハム戦では、一軍公式戦で自身初の2試合連続本塁打を、記録した。シーズン全体では、一軍公式戦127試合へ出場すると、共に、2年ぶりに規定打席へ到達。打率を25、252にまで落としながらも、 6本塁打を含む106安打を打った。シーズンの終了後に、背番号を4へ変更する一方で、元タレントの岡村真由と結婚。2017年、一軍開幕戦では、先発落ちし、右翼手の座をペゲーロに明け渡したものの、生産翼手として5月終了時点で打率。316を記録。前年に続いて、春先は打撃が好調だったが、 6月頃から不調に陥った。セパ交流戦の期間中からは、セイサワとの併用を経て、ペゲーロに代わる守備要員としての起用が相次いだ。7月23日の対オリックス戦では、右翼手として、先発出場したペゲーロが1回裏の走塁中に、左太もも裏の筋損傷を起こしたため、2回表から、急遽右翼手として出場。しかし、 八回表の守備で飛球を追って、ファウルゾーンへ滑り込んだ際に、フェンスへ激突した。この激突で左肩を痛めたため、田中和元との交代を余儀なくされた。さらに、交代後の診察で、関節アダッによる、関節唇損傷と診断されたため、1ヶ月以上にわたって、戦線を離脱。シーズン通算では、一軍公式戦111試合の出場で、打率。 263本塁打、32打点という成績にとどまった。なお、シーズン終了後には、銀樹の後任として、選手会長に就任。周期キャンプでは、一軍で保守を2人しか登録できない場合に備えて、保守としての守備練習にも参加した。2018年、前年に寄った左肩の故障が言えぬまま、 公式戦の開幕を一軍で迎えたものの、開幕から打率が2割前後と低迷。5月17日の対ソフトバンク戦でチームをシーズン初のサヨナラ勝利に導く敵地打を打った一方で、同月20日の対日本ハム戦では、8回裏から1軍公式戦で4年ぶりに保守の守備へ着いた。シーズン全体では一軍公式戦108試合に出場したものの、 本類打数は3本で、打率も、190にとどまった。田中が、小中堅守に定着したことなどから、先発での出場機会も55試合に減少したが、保守として3試合に出場。シーズン終了後の周期キャンプでは、翌2019年からポジション登録を保守へ戻す、ことを視野に、保守としての守備練習を本格的に再開した。二千十九年、 保守へ本格的に復帰することに伴って登録ポジションを外野手から保守、背番号を4から27に戻した。しかし、選手会長ながら春季キャンプを2軍でスタート。キャンプ期間中の2月12日に左肩の手術、レギュラーシーズン開幕直後の4月5日に右肘のクリーニング手術を相次いで受けた。 左肩の手術を受けた時点で、競技復帰まで6ヶ月を要することが見込まれていたが、実際には7月下旬に、保守として、イースタンリーグ公式戦で、実戦復帰。同リーグ公式戦では26試合の出場で打率。273を記録したほか、12試合でマスクを、かぶったものの、プロ入り後初めて1軍公式戦へ出場せずに、シーズンを終えた。 2020年、春季キャンプから一軍に入ったものの、2月23日に、巨人とのオープン戦で保守として、守備についたところ、打者のファウルチップが右手に当たった影響で親指を骨折。レギュラーシーズンでの開幕一軍入りも逃したものの、イースタンリーグの公式戦では、8月下旬までに27試合の出場で、349という高打率を記録していた。 二年ぶりの一軍公式戦出場となった同月27日の対ロッテ戦で7番右翼手として先発すると二点的自打を含む3安打でチームの連敗ストップに貢献したシーズン終盤の10月15日付で NPB の規定に沿って国内 FA 権を取得したが一軍公式戦通算35試合の出場で打率200ノーアーチ 旧打点と成績が低調だったことから、シーズン終了後の12月1日にはこの権利を行使せずに推定年俸2300万円という条件で契約を公開。一軍では、保守としての出場機会がなかったことを背景に、同月22日付で登録ポジションを、再び外野手へ変更した。2021年。 レギュラーシーズンの開幕直後から一軍に合流すると、8番、左翼手として、先発出場した同月21日の対、ソフトバンク戦で、一軍公式戦3年ぶりの本塁打を、和田武史から打った。コロナウイルス蔓延による影響で、スケット外国人のチームへの合流が遅れたことと、性右翼手候補だった、小郷祐也が結果を残せなかったことから、出場機会を増やし、 5月には打撃好調で月間打率398を記録して右翼手のレギュラーに返り咲くこととなった広角に打ち分ける強打を備え50メートル6.1秒1塁到達4.02秒と足も速く2012年には保守としては非常に高い内野安打率を記録した遠藤110メートルの瞬速強権の外野手 入団当初は保守であり、時には一類種としても出場している。楽天入団時は保守であり、強権かつ補給してから送球までの動作も早く、大学日本代表候補合宿では二類送球1.9秒台を記録している。楽天入団後は、島本博が正保守を務めているチーム事情もあり、2年目の2013年から外野手に転向した。 前述の2014年のオリックスバファローズ戦など、試合終盤に保守を使い切った試合では、保守守備につくこともあった。前述の通り、2019年に登録を保守に、戻したが、2021年からは再び、外野手登録となっている。ニトリで購入した白熊を模した抱き枕を使っており、その抱き枕の名前、ジェシカがそのまま、岡島の愛称となった。 ありがとうございます。